日産 IMX は近い将来の日産インテリジェントモビリティを見据えて、人と車がよりつながり、もっと車で移動したくなるクロスオーバー EV です。高性能スポーツカーのようなハンドリングを持ち、静かでパワフルな加速を実現させたドライビングプレジャーを楽しむことができます。日産 IMX は新たに開発される EV 専用プラットフォームに高出力モーター2基を前後に搭載したツインモーター 4WD によって 320kW、700Nm というクラスをはるかに超えた性能を発揮します。エネルギー密度をさらに高めた日産 IMX の大容量バッテリーは一充電あたりの航続距離 600km 以上を実現しています。日産 IMX は完全自動運転の機能を備えています。自動運転の時だけでなく、マニュアルドライブモードの時もより安心して思い通りの運転と新しい移動の楽しさを提供します。自動運転のプロパイロットドライブモードではステアリングが格納され、シートはリクライニングし、リラックスして様々な情報とコネクトしながら好きな場所に移動することができます。ドライバーの目が届かない場所も360度のセンサーが検知し、 AI で的確な判断を行ってドライバーをサポートします。必要な情報はパノラミックディスプレイや AR ハット、オーグメンテッドリアリティヘッズアップディスプレイに分かりやすく表示されるので、安心して快適にドライビングを楽しむことができます。日産 IMX をデザインする上でまず考えたのは、そのような自動運転時代の車の空間の在り方でした。車の中と外をつなぐような空間の考え方が求められるようになると考えました。独特のリフト感のあるエアロダイナミックボディとしっかりとしたタイヤの踏ん張りにより、 EV の低重心感を表現し、凛とした佇まいを目指しました。プロパイロットドライブモードでは、 V モーショングリルからルーフサイドパネルに続く青いイルミネーションが周囲に対して自動運転中であることを知らせます。インストゥルメントパネルからドアにかけてマウントされたパノラミックスクリーンには、高度にデジタル加工された情報と車外の映像が映し出されます。日本の文化や住まい方に車の未来への多くのヒントを見出しました。最新の技法でクラフトマンシップを表現しています。日産 IMX は夢のコンセプトカーではありません。近い将来実現できる日産インテリジェントモビリティが目指す一つの姿を体現したコンセプトカーです。